さあやっていきます。スパロボ実況パート9です。どうもアザラシです。ということでね、もうあともう少しでこれやったら寝るかなっていう、そういうね、うん、そういう時間にとってます。0時05分ですね。0時5分ですね。もうね、もう寝る体勢を整えて、これもう終わったらほんと寝るからっていう、そういう状況で撮っていきます。撮っていっております。もうね、スパロボー、そんなにもう無理よ。そんなにもう無理よ。気合い入れてやるのは、ただその、任せていく。自分のなんかこの、そうだな。ヨーヨー上げればよかった。こっち上げるべきだった。あ、でも50しかあがらんか。超電スパークすごいいいよね、これ。ただこれで倒すと、これ適正、あれ超電スパークあれだね。P だね。P 違う、パンチだね。格闘技だね。格闘かこれ。これ格闘が射撃じゃないか。まあいいや、行こう。強化パーツを何かコンバトラー V につけたいね。ないね。じゃあ行きまーす。さあ次は何のマップかな。ガンダム、ゼータ、ニューガンダムまでは確認したけど、その後ろ見てなかったな。やっていきましょう、やっていきましょう。定時連絡、極東地区には超兵器開発施設が多数存在している。さらにアーガマは DC 日本支部と協力体制を取る予定。また南アタルディアラトリにも SDF と呼ばれる特別な軍隊が駐留していると。密定をしている。あ、いや、ちょっとって。それがスパイの言い訳の仕方か。もっとこう、気の利いたごまかし方をするんだ。そしてそれを疑いもすらしないクルーたち。最近思ったんだが、ユミサヤカって可愛いな。マジンガー Z のヒロインだけは。どんなセンスしてんだって思われるかもしれないけどな。可愛い。ときめきメモリアル。ああ、やりたいな、ときめきメモリアル。今更ながらやりたいな。ときメモが多分ね、一番初めにやったギャルゲーかなと思う。もしかしたら桜大戦かもしれないけど。でもね、ときメモの中の、三木原。はい。名前がもういい、いい加減だ。いい加減なの。行くか。一緒に行ったろ。主人公なら行く。三木原愛が好きだった。ヘルメット言われてたけど。なんかね。前髪パッツンのロングのストレートみたいな。もう悪くない。もう悪くないっていう程度だけどな。そんなにそれ、そんなにそうじゃない。誰ですか、鉄牛。あなた誰ですか。銀利。銀輪。誰。お姉さん全然絵柄違いますよ。絵柄が。なんてことだい。大将の兄貴以外のエキスパートは別任務で出払ってるんだろう。何かことが起こっている BF 団。私は中国の山東省で新たな遺跡が発見されたという連絡を受け、調査団とともに発掘作業を行っていたんです。古代中国文明の兵器らしきもの、古代中国にあったとしても兵馬俑とかさ、せいぜい兵馬俑とかだろ。すごい超兵器なんてあると思えねえんだよな。普通に考えてね、中国の古代のイメージが明確にできるじゃん。ある意味三国志とかさ、あるけどさ、明確にできるからさ、なおさら超古代兵器なんてものがありそうなイメージを持てないよな。急げ。なんなんだ。そう、さすが横浜中華街って。はいはい。うるせえ。細かいことだけにすんね。こういう一つ一つの文章をさ、2ちゃんとかに貼っていきたいよな。ツッコミみたいな感じでさ。去年はバンドリがあったからさ、バンドリのスクショを取っといて、使える場面とかにこう、貼っていくみたいなのできたけど、ね、スパロボでもできそうだよな、このコメントのところ。なわけあるかよ、女みたいなところで止めといてな。LINE のスタブみたいにして使っていく。早く戦え、長いんじゃ。長いんじゃ。
出撃、その名はジャイアントロボ。熱いね、熱いね。一向に金が貯まっていかんつか、金貯めとかした方がいいのかな。キューボス、キューボス、いろいろとツッコミどころ満載。キューボス、まず黒人だというところ。エキスパートの職人。さあ安西博士を返してもらおうか。ちっ、なんてこったいやつら、ロボットまで出してくるとは。あの発掘兵器はあなたたちの手に負えるものではない。研究を続けたければ我々 B 級団に来るのが一番ですよ。うん、別にあのね、キューボスのところに行けばいいんじゃないか。お金を提供してくれるのなら、そいつらが悪者かどうかなんてな、あの働いてる人からしたらお金がもらえるかどうかみたいなところがあるんじゃないの。実際もね、正義のために戦うことの意味とはなんだ。これまずこの敵機が一体敵機なのか味方機なのか、これ何なのか、おお、これが一体まず何なのかわからん。なんだ、何事。おお、おお、これは当て猫していく。これはまさかじゃなく、まさか。おお、もっと全然低い声だった。パンチだラボー。中国の古代兵器ユートルワにジャイアントロボって、あのスフィンクス、ん、スフィンクスっつか、なんつうの、あのあれ、なんだっけあれ、ほらあのエジプトにいるやつ、あの座ってるやつ、許さないぞ BF だ。なんだっけ、スフィンクスかな、スフィンクスか。殴るもの。でも敵もなかなか手がでかい。さすがはジャイアントロボ。よくジャイアントロボ、ジャイアントロボっていうものが認知されているこの世界。バカな、なぜジャイアントロボ、ここにやつは BF だ、脱走したと行方不明になった。草間大作、それにこれがジャイアントロボ。あれだよな、カッペイだよな、山口カッペイの声だよな。山口カッペイが必死にあのあれだな、若作りしてるみたいな感じの声を出している。下にいたいんだけど、なんとなく空中の方が、こんなロボットは空中の方がいいっていうの、まず宇宙 A がおかしいだろう。宇宙 A だし、ビームコーティングを持ってるしな、なんか優遇されてるし、走行も高いし。ジャイアント圧倒的に格闘がいい。この草間大作、ロケットバズーカ射出、全力パンチ、気力120。いやー、なんかね、いいね、やっぱり。なんだかんだでやっぱ使えるユニット好きになるよね、スパロボ。悲しいけど。それはもうなんだろう、キャラかっこいい、キャラがいいとかさ、ロボかっこいい、うんぬん、置いといて、使えるキャラを好きになるの、いろんな武器があったり。それ悲しいけど。一つしか武器ないキャラとかでも、機体でもかっこいいのあるかもしれない。それで使いにくいってなっちゃう。バーン、殴るだけ。そう、例えばあれだ、ブラックサレナとかな、エステバリスじゃないかな、なんで機動戦艦なでしこのブラックサレナとかさ、チュン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 って撃つやつとさ、右手の両手のさ、あと突撃しかないんだよな、基本的に。あの尻尾な、それだけしかない。そんなんで、そんなんで戦えるかよっていうふうな並走してるけど、だからまあね、普通に考えたらあんまり使えないんだよな。でもまあ無理やりなんかこう技をさ入れ込んだりして使えるようにするんだけど、このジャイアントロボ見てくれ、初めから何かこう心配する必要のないぐらい、いろんな武器に満載。しかも全力パンチなどというものもあり、ロケットバズーカなどというものもある。素晴らしい。防御反撃をしていこう。あえて当たっていく。パンチ、これで死んじゃうよ、敵は死ぬ。
ジャイアントボのパンチで敵は死ぬ。まったり喋ってるね。催眠導入動画となってるかもしれない。見る睡眠薬を売りにしていきたいな。見て聞く睡眠薬、スパロボ実況、アザラシのスパロボ実況と言って押していきたいな。眠気、睡眠薬って実際どんな薬が出てんだろうな。俺は睡眠薬には否定的な立場の人間なわけだけども、わけだけどもって知るかよ。あんまり聞いとらん、あんまり聞いとらん。睡眠薬には否定的な立場なんですけどもね。どうしてもさ、まあ寝なくちゃいけない時ってのもあんのもわかるけどさ、あんのもわかるんだけどさ、それで寝ちゃうとさ、それが癖になるっていうかさ、薬っていうのはさ、飲めば飲むほど効きが悪くなるっていうものなのね。それはタキフィラキシーとかそういうふうなものでも記事を説明できたりする。それが全てに当てはまるわけではないけども、受容体がね、反応しにくくなるとかあるわけだ。薬が多くなればなるにしてて、耐性機構とかも出たりしてね。睡眠薬っていうものを飲むことによって、おお素晴らしいダメージ、普段の眠りへのシグナル、ね、眠りの入りへのシグナルもだんだん衰えていくというか、初めはいいかもしれんけど、だんだんと自己の能力、眠るための能力が衰えていくんじゃないかって、そんな気がするんだよな。イメージだけどね、本当かどうかかな。それもプラセボだからさ、本当のところは分からんけどもね。うん、言わん。ドクターヘル、気に入らんな。我らのビッグファイヤーのご命令とはいえ、この声あれだったの、東方腐敗の声の人だったと思う。なわけだからね、うん、眠りに関してはなんか、頑張って自分で眠れるようになった方がいい気がする。それは、辛いことかもしれない、眠れないからって言って。でも眠れなくてもさ、いいじゃんって思うんだよな、別に。無理して寝なくても。眠れないときは眠れないっていうことで、夜、眠れないからってイライラして起きなくていいんだよ。そのままベッドにね、目つぶっとけば、それなりに体力回復するからさ。で、まあ、それでもうどうしてもダメだったら、ダメっていうか、まあ、そうすると昼間ボロボロになるんでしょ。うん、昼間ボロボロになって、それ繰り返すうちにやっぱどうしても眠たくて寝ちゃうから、それでいいんじゃないかなと思うけどな。まあ、社会とか会社に駆り立てられすぎたらどうしてもな。我らのビッグファイヤーのと。どうしてもな、会社とかだったら寝なくちゃいけないんだろうけどさ、会社で仕事行くとかになったらさ、そりゃまあそうかもしれんが。そういうところで無理をさせることによって、結局睡眠から打つとか、睡眠がね、十分に取れないところから打つとかになったりするわけだから、まあその打つの初期症状というかね、打つの人の何割かは、高い確率でやっぱ睡眠障害を持ってるっていうのは実際データとしてあるわけだからね。それ考えるとやっぱ睡眠っていうのはなんか自分でなんとか整えていく、薬の力を借りる。薬っていうのは本来その自己の自然治癒力を高めるものであって、弱めるものであってはいかんと思うんだよ。であるからして薬に関してはできる限りやっぱ自分の力でなんとかする。なんとかできない場合、なんとかする、できない場合というよりも、それの力を借りて自分がなんとか良くなるという方向に持っていくべきものなのではないかなと、そんなことを思うわけなんですね。はい。たわいのない。でも、それでも睡眠薬ないと眠れないんだって人もいるとは思うがな。いるとは思うんだが、それでもやっぱね、頼り切っちゃいかん。うん。いつかはこれから脱却するんだという気持ちでやっていかにゃ。いつまでも薬に頼っちゃいかん。うん。自転車で言えば補助輪みたいなもんだからね。薬ってのは。それにずっとってのはやっぱり、ね、多少なりともね、製薬メーカーとかの陰謀感もあるんじゃないかなって気がするけどね。それに依存させてしまうのはね、よくない。依存もよくね。依存させれば薬はいくらでも売れるけど、それだけ儲かる。企業という考え方でから言えば、依存させればさせるほど儲かるけども。それじゃあダメなんだよ。多分ね。
こやつ強いな。なぜだ、こっちの攻撃が当たりにくくなるぐらい。いやー眠とうなりますな。眠たき。こんな夜にさ、フェーンフェーンフェーンとかっていうそんな BGM 聞かされててさ、チャキッと起きれはしませんよね。でもあの、ね、そうだな、眠りに関してはこのバチバチした画面あまり見るのよろしくないな。眠りを誘うにはやっぱりあのピカピカした画面はダメだ。もっとこうあまり光らない攻撃をしていこう。そう、いやパンチもいかんな、ピカって光ってんな。あの静かに倒していこう敵を、夜だから静かに。そんな実況があるか、どこの世界に。そんなあの気合の入ってない実況があるんだ。お、皆さん到着ですね。デスサイズさんが来てますけど、もうすでに死んでるデスサイズが。へえ。あまり新聞とか見ないタイプだろ、カブとコウジ。顔のところに誰かぶら下がっとるで。そうか、じゃあ任せるわ。そうか、最強なのか。知り合い一緒に行方不明、 SRX 企画の機体の。え、任せてくださいって言ってたよ。俺は任せてもいいと思うんだけど、任せたらいかんのか、任せたらいかんのか。信頼ない、信頼、精神検索、信頼あるね。俺が持ってるね。もうあのあれだな、もうあれだな、これは桜大戦で言えば大神、大神みたいな主人公になってるな。大神一郎少尉のような。やれジャイアントロボ、ジャイアントロボだけのか、ジャイアントロボ無双。でんでんでん、許さないぞって、どうしてそう許さないぞにまでなったのかの経緯を全部省かれて、許さないぞだって。ビカビカしてる画面が、メルラ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 。耐えるんだロボ。めっちゃ耐えてるし全然安全。ジャイアントロボの走行が今1900ぐらいだっけ、だよな。1900ってマジンガより上なのかな。それだけを抑えさせて。うわ、マジンガの方が硬い。マジンゴー強いね。強いで硬いね。一応任せとく、みんなここで見てるから、みんなここで見物してるから、手は出さない、あえて手は出さないから。ジャイアントロボだけで、ジャイアントロボだけでお願いします。せっかくこの動画を見てくれた人はね、別にジャイアントロボ以外のみんなも頑張ってるところ見たいなって思うかもしれないけど、まああえてね、あえてジャイアントロボだけ。ロケットバズーカってのも、ほほー、強いのかな、まあ、陸 A 宇宙 A だし、あの埴輪じゃねえわ、なんつうんだかな、埴輪じゃねえな、土偶みたいなやつ、うん、土偶みたいなやつは空浮いてるからね。先にこのロケットパンチを見ていこう。マジンガーのロケットパンチとジャイアントロボのロケットパンチ、どちらが強いのか、どちらがかっこいいのか。ガシェン、全然大丈夫、ロボは大丈夫。許さないぞ、BF団。あ、でも今ふと思った、ほほう、ほう、そうなるのかって感じだな。派手、しかしあんまり効かない。
あれね、あの GP02 再サイズみたい。試作に行こう機みたいな。ここも撃っていくロケットバズーカ。いや、ああいうものね、この武器の構成がいいよね。あの、気力110溜まった時にはこの射撃技なんだけど、こういうの高い技なんだけど、エネルギーを全く消費しない、弾数打ち切り系の技っていうの。だからこれが最後の必殺には、必殺ではあまりこう、これを使いすぎたことによって最後の最終的なね、全力パンチを出せないってことはないっていうね、構成が良い。まあまあかっこいい。曲振りでかっこいいとは言わない。まあでも、まあまあかっこいい。じわり強くなる。じわじわ。防御反撃。普通にパンチいいね。パンチがやたらと。パンチがやたらと光る。効かないね。敵の歯ごたえが。どう。あの多分このジャイアントロボも何かの復刻なんだよな、きっとな。ジャイアントロボもいずれまたその復刻の復刻になるんだろうな。今から10年。このゲームが出た頃が17、8年前だということを考えたら、17年か16年か18年かって考えたら、10年周期なんてもんじゃないな、ジャイアントロボは。25年周期とかかな。あと5年、5、6年したらもう一回ジャイアントロボをリバイバルする動きとか、向きとか出るのかな。出そうな気はしねえな、あんまりな。まあまあかっこいいよ、これ。今見ると。色合いとか、灰色に赤に。この3色。配色がいい。落ち着いた配色をしている。見ている。存分に戦いたまえよ。ここは任せてって言ってたから、あのみんなであのお花見みたいになってるな。お花見みたいになってる。ちょっと面白いわ。バランスよく倒していった方がいいのか、はたまた先にこっちかな。倒したいけど、まあ、倒せんな。次のイニングって言おう。これからターンなんだけど、クリティカル出てほしいな。おろ？思いがけず。ペッペッペーピケペッペーペッペー。ロケットバズーカを見せて。お見舞いして、ロケットバズーカ射出も見たかという。ロケットバズーカをお見せしよう。あ、特殊セリフがない。ピー、ピー、ピー、ピー。フライングス。500ぐらい。おぉ、強いね。引いた方がいいな、ここまで来ると。やっつけろ。
ガオ。まあまあそんな程度ですね。もっと聞いてほしいね。行くぜ。全力パンチをお見せしよう。40使うか。40も使える。まあパンチかな。防御反撃パンチかな。残念ながら全力パンチはまだ見せられねえわな。見せられんわな。ほわ。大丈夫だ。大丈夫だ。許さないぞ、BF団。これで3000ぐらい食らしてほしいね。クリティカルで出た時にもっとさ、大きいあれしてほしいな。大きいアクション。打っていいかな。打とう。ちょっと全力パンチを見ていこう。でーん、てん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 。そんなに多分ジャイアントロボって後のスパロボシリーズに影響を与えてないというか、好きな人いないと思うけど、世界観的には入ってくると面白いよな。なんか鉄牛さんとかいるわけでしょ。草間大作くんとかさ。ジャイアントロボとあのザ・ビッグをを共存させてほしいな。あ、上に上がった。上に上がってからのからの降りて、一旦降りて勢い消してからのためからのパンチと、もう一回パンチと。ほうほう。ドリスマッチャーパンチ。ええ、遅えな。ただ遅いだけに見えるぞ、それは。ただ遅いだけ。しかもまあそんなには効いていないな。うん、ドリルスマッシャーパンチって、サンターボルトスクリューとかあったかな。つい口に出したい、バイカンフーのセリフ。声に出したいバイカンフーはロボだっけ、ロボの方だっけ。え、あのマシンロボレスキューのクロノスの、逆襲マシンロボレスキューの主人公の名前何だったか忘れたな。マイトガイ。え、ロムだ。ロム兄さんだ、ロム兄さん。そうだそう、忘れた。ロムストール。そう、ロムストールですね。スパロボからではなかなか外せないロムストール。MX しか出てない気がするが、他にも出てるのかな。おお、なんかダメージばらつくね。敵の中に強いやつ、弱いやつがいるのかな。見守りたい。信頼を今押そうとしたんだぞ。ラスト信頼だな。ペッ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 ペー。ここでこれだな。
うん、これで多分全員葬れる。全員葬れるね。ね。うん。もたくさ戦ってますね。もたくさ戦ってますね。この動画を全部見れる人ってすごいと思う。俺でも多分寝る前とかにしか、寝る前に見出して20分寝ると、20分もし、10分ぐらい寝て最後の方知らんってなるな。絶対そうだ。うわぁ、あとちょっと楽しかった。眠りは大事です。みんなが安心して眠れる世界を作っていこう。安心してゆっくり眠れる世界をな。眠るときってでも孤独でいたいっていう気もするけどな。そう、あ、でも寝るときに誰かいるのもきっとまたそれもまたよしなのかもしれない。見てみよう、ロケットバズーカシャズズ。これが果たしてどのような技なのか。ロケットバズーカだぞ。多分ね、背中にある2つあるやつ、あれ1つを飛ばすんじゃないかなって気がするけどな。なら2回撃てるやんか。ならだんだん2発で生かしてくれ。耐えきれてねえな。ウラネス強えな。ウラネス強えな。今だロボガオ。これは飛ぶと見る。やっぱ飛んだね。やっぱ飛んだね。かっこいい。BF 団のロボットだったんだ。その情報知らなかったですね。知らなかった。こういうところもいちいちやっぱパンチを当てていく。やっぱ格闘上げていきたいんでね。あ、反撃防御してなかった。ちょっと食らうわ。ダメージをフィーン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 。眠くなるね。泳げた。ナイスロボ。ロボ回避だ。ガオ。別に28号は別に一緒に戦わなくていいよ。鉄人28号は。多分このジャイアントロボって鉄人28号リスペクトだと思うんだよ。ロボを動かすときにさ、中に乗り込まないからさ。だけど、別にスパロボ内では。スパロボでは別にジャイアントロボと一緒に戦わなくていいって気がする。俺はあえてビッグオード共演してほしい。ただビッグオード共演する中にさらに、鉄人28号入れるのはありだと思うけどな。さらにね。鉄人28号。三味一体攻撃みたいなやってくれたらちょっと、燃えるかもしれん。多少燃えるかもしれん。このさ、武器選択めちゃくちゃだな、割と。小型ミサイルランチャー多分倒せんと思うよ。フェン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 。500ぐらい効くか。うわ、効かなくなってきた。ガオー。気合いさえ高ければもうこのロボは無敵だわ、本当に。ジャイアントロボは。体力がまずすげえ多いからな、6800とか。バーン。もう30分超えた。すごいね。焼きつくなら焼きつくです。今もうやめた時間の、やめるぐらいの時間、焼きつく実況でやめる時間。もうとっくにニューニューは終わってる。それぐらいの時間をゆっくりとやっているというわけでございますね。ゆっくりとやっております。もう35分過ぎたあたりがちょっと面白いことの一つ二つ入れてくれたら面白いですけどね。面白いことの一つ二つ入れて消えたら面白い。
頭があまり回ってねえな。眠るときトークを膨らましていこうか。寝るときって電気を消す人と薄いや蛍光灯をつける人がいますよね。蛍電球っていう蛍光灯やな、ね、蛍電球かな、うん、薄明かりのやつ。あれ大きいよね、どっち派みたいなのは。プロフィールに書く方がいいと思う。もしもお見合いとかさ、出会い婚活みたいな時にはさ、寝る時には電気どっち派かみたいなのはさ、書いといた方がいいと思うな。俺完全に全部電気消せないと眠れない派なんだけどさ、薄明かりの日じゃないと眠れない人とはさ、多分分かり合えないと思う、絶対。多分真っ暗じゃ眠れない人は薄明かりじゃないと眠れないと思う。そりゃそうなんだけど、その言葉の中でな。だって暗がりが怖いからそうするわけじゃん、きっと。真っ暗じゃ怖いからみたいなことで、そういうことですら、こっちに乗りたいな。まあいいか。ここちょうどいいところに、裏エヌスがちょうどいいところに陣取ってくれたから。いきます、全力パンチ。ロボの全力パンチを見せしよう。すごいね、気力142。見せよう。だからね、ホタル電球つける人はさ、絶対寝るときにはあれが必要だって言い張ると思う。他方こっちの全部消したい派の人はさ、ある意味わがままだよな。ただ、暗い方がいい、自分がっていう我慢を強いてあげられ、我慢させられるんだけど、暗い、真っ暗がいい派にも多少言い分があるというかさ、なんか、暗闇に抱かれて眠りたいんだよ。真っ暗に。もう意識眠るときはさ、他に何もなしでさ、暗い中で寝たい。それは、わがままだ、やっぱり。あ、やっぱりわがままだ。またこの、だけバカー。そっからめちゃくちゃ長いパンチを見ないと。近いな、おい。体近いな、おい。めっちゃ速いのが遅く見えるみたいなパンチには見えんな、この演出じゃ。どうしたってな。どうしたって見えん。5000ぐらい食らわしてほしい。欲を言えば5000。7000。分かり合えんと思う。どうしたロボ？ロボ！ロボ！頑張れロボ！だがあえて見守る隊。防御反撃全力パンチ。いやー勝てますねこれは。他にも何かあるかな、うん、絶対に上向きでしか寝れない派の人とか、あとあれだな、寝る時の快適な温度。俺寝る時寒い時がいい、寒い方がいいんだよ、できる限り。なんなら外の窓開けてもいいぐらい寒いのが好きなんだよ、寝る前は。実際それ寒い、体温が冷えた方が眠りは安眠ができるっていうのがあって、暑いとあんまり眠れなかったりするんだけど、でもね、人によってはさ、電気毛布と電気カーペットとか使ってから寝ようとする人もいるんで、あったか熱々に言ってさ、それは俺はもう無理だからさ、一緒に寝ることは不可能だよね。などと。いや、眠りのプロフィールってさ、いると思う。こうじゃないと眠れないみたいな。それはちゃんとマッチングしないと、もしも誰かこうね、パートナーができて結婚するときとかにさ、一緒の部屋、一緒のベッドで寝られないんだろうわけだ。そこはしっかり合わせていった方がいいと。まあ、相手に合わせるのも大事かもしれないけど、その相手に合わせるのがずっとはできないだろうから、自分のストレスを抱えることじゃなく、相手に、すごい好きな相手のためにさ、すごく自分が努力して何か我慢するのをさ、ずっと続けてたら多分やっぱそのストレスになるし、いずれどっかで爆発しそうな気がするからさ、そこは、その眠りとかに関しては合ってる人間を選んだ方がいいと思うね。食べ物もそうかな。食べ物はそうでもないね。うん、まあ変色化は大変だと思う。おい、さっき7000聞いたのは何だったの。あれ7000聞いたの、クリティカルでもあんだけしか食らってない、どういうこと。
ここで賭けはしない。精神検索、信頼、まだあるな。一人いた、千鶴。これ予備として。違うな。千鶴の精神検索、千鶴。ということでね、今回眠りについてお送りしたスパロボ実況でございました。眠りって大事っていう、それを伝えたい、それをただ伝えたかっただけ。まだ全力パンチ使えるな。だが普通のパンチでもいいでしょう。ここまで来たら倒せる。ワンパンだ。ワンパンマンロボだ。ワンパンとロボだ。眠りのプロフィール。眠りのプロフィール。他にもなんか今思い、なんかあったな。どっち向きで寝たいとかもあるかもしれないな。二人だったらね。背中合わせで寝たいとか、手つないで寝たいとか、腕枕とかさ。腕枕っていいなって思うけど、あれ絶対ただダメだもんな。疲れるだけだよな、腕が。それは無理なんだよね。猫とかさ、飼ってるからさ、一緒に寝るってなってもさ、めんどくせえってなるもんな。まあ、猫だからかもしれないけど。おお、気合いいですね。もうロボ一人で戦える。おお、終わった。あのロボットはどうした。極道支部の方角へ飛んでいきましたが、敵ではなさそうだよな。ジャイアントロボだよな。へえ、知っているのか。ご子息、大した度胸の持ち主だぜ。そんなもんかな。なんか言いたげ、怒りすぎる。ハゲそうだな、ブライト。はい、シュー白川博士、ご苦労だがって言うかな。苦労かけるがって言ってほしい。さて、リピアキットしか得られなかったな。いや、持たせない方がいい。もっと大事なユニットに、もっと大事なキャラに。ここにリピアキットかな。すごいね、今日。ほんと、そのロボしか戦ってないな。ロボしか見せてないな。ジャイアントロボ、盛りだくしゃん。盛りだくしゃんでお送りしました。スパロボ実況、パート9です。眠りについて熱く語ることができてよかった。眠りの体勢とかに。よかった。本当によかったのかな。本当によかったのかな。ということで、ほな、また。別の、また次のね、スパロボ実況でお会いしましょう。